どうもカゲアンです。今日はですね、人間関係を受け入れるということについてお話しさせていただきます。えー、僕がね、えーと、今思ってる考え方ですね。その昔から思ってた考え方ではないんですけども、その人間関係をこう受け入れていこうという風うな気持ちでいます、えー。このコロナぐらいからよくそういうことを考え。 ようになったんですけども例えばそのこうつながりがあってですねそのつながりをなぜかこうその縁が切れてしまうことであったりそのずっとつながってることであったりとかそういうことがいろいろあるんですけども、えー、昔であったらその縁がこう自分から切ったりとかけ、えー、喧嘩別れになったりとか、えー、その連絡をもう取らへんようになったりとかいろいろあったんですけども今考えるとね その人間関係がなくなった人っていうのはそれはそれでやっぱり良かったんかなっていうふうに思います。これがだらだらねその中途半端な人間関係が続いてた時にですね、えー、僕がこう人生をいろいろ進めていく時にですねちょっとプラスにならないことその,その人自身がマイナスな人っていう意味じゃなくてですね僕にとって僕の人生を歩むこれからいろいろこう。 いろんなことを向かって歩むて歩んでいるいるんですけれども、その時にちょっとマイナスになる存在であったんかなというふうに感じます。だからその切れ、その縁が切れたことはやっぱり良かったんかなって今ちょっと思いますね。その時はこういろいろ考えますけども、その。 そういういに感ほんで今残ってる人とまたこう縁が戻ってる人とかいろんなことがあるんですけどもそれはすごくこう大切にしたいなっていう縁が残ってるんですねほんで僕か今は僕から縁をこう切っていくっていう形をちょっと取ることはほぼないんですけどもその連絡してこう,どうこういうことをしようとかこういうなんとか言ったら例えば LINE で送った時に、えー、全くその無視されるっていう状態の人がまあ 何人かいたんですねでそれを何でやって昔やったら何で変身してきておらへんねんとかいろいろ思ったりすることがあったんですけど今は違ってですねここが縁の切れ時というかだから相手がこう僕をこう遠ざけてる時に僕は近づいていく必要はなくてですねそこは僕も遠ざかっていくというかだからもうそこから一切連絡を取らないようにしてですねまた何かの縁でつながることがあったらその時はまた考えますけれども基本的に僕から らは縁を切ってないんで相手がその避けてるというかその縁を遠くしてるんでそれに関してはですねやっぱりちょっとこうちょっと必要これからちょっとあまり必要じゃないと。 どっちかというとマイナスになる可能性がある今はそうは思わなかったんですけどそういう存在である可能性があるんですねほんで自分がより良くなるためにその人がいることによって僕はその人を頼ることによってですね僕は上に上がらない状態になるそのことによってえーと縁の切れ方は分かんないですけどその。 僕にとってプラスになるその縁の切れ方というかね、えー、そういう状態になってるんかなというふうに、えー、思いますだからその人間関係を普通にこう、えー、その自分の感情云々はもあるかもしれないんですけどもそういうことよりもですねそこの人間関係を受け入れる状態、えー、それをこうしっかりとしていった方がいいんじゃないかなとで今ね僕残ってる人間関係ってすごくこういい人間関係なんですねその空手の人の、えー、人間関係であったりとかですね その友達の同級生であったりそのお店をやってる居酒屋をやってるえ一つ後輩の店であったりそういうやつの人間関係すごく大事にしたいというふうに思ってそれもなかなかいろんなことあったやろうけどもその縁が切れずにねこう長く続いてるっていうのは何かこうあるんですよねそこにね。でこう,こう僕がこう店をやったりいろんなことをしてる中でねえどうしてもこの人嫌やなと思って切った人であったり相手から切った あの距離を取った人いろんなこと人がいるんですけどもその縁が切れた状態っていうのがやっぱり良かったんじゃないかなというふうに思います。そのね縁の切れ方はいろいろありますけどもそういうふうにでもして縁を切らんと切れへんぐらいの感じやったから、えー、とそのお大きなことを言うと宇宙医師によって切った状態にした。 それがたまたま自分がこう怒って切ったように見せてるんですけどそこの縁は切っとかなあかんこれから自分が進んでいく人生を進んでいく中で切っとかなあかん、えー、人間関係である可能性があるんですねだからそういうことはやっぱりその相手からですねそういう縁を切ってくれた、えー、例えば僕を嫌って切ったかもしれないんですけどもそれはやっぱり良かったと、うん、ありがたいなというふうに思うようにそのありがたいまあまあ そこまでその相手の返事がないことありがたいなっていうところまではまあ思わないですけどもその相手から切ってくれてるような僕にとって必要な人間なんや,やったんやなということがこう分かるんで,です,、ねあのー、すごくね、あのー、そういうことを を感じますねだだから今必要な人だけが残ってるとでこれからもまた必要な人とは縁ができるやろうしそこをね無理やり作ろうとする必要はないと。で例えば「こう何々しましょう」ってこう声かけるっていうのは僕は結構積極的にやります。その、えー、気持ちにそのまま素直にやるんですけどもそれに対しての相手の反応というのは相手の自由とそこの縁の状態これからの,そのあれに関わってくるんでそこでこう。 ちょっとと違うなと、えー、こコミュニケーションをとってやっぱ違うなと思ったらちょっと、えー、フェードアウトというか僕から縁を切ることはないですけどもそのフェードアウトをしていくで相手がフェードアウトしていったらそれはそういうことやったやなということでその人間関係を受け入れる、えー、こういう形を取るとですねなかなかその何、えー、て言うんですかねその僕が考えるそういう人間関係というよりもですねなんかの自然とその作,られ作られていくその その宇宙医師っていうと何かこううさんくさいんですけどもそこの医師に任した方がいいんじゃないかなと自分のその感情みたいなものを入れて殺しを居心地いいわぐらいの感じでその縁を作っていくまあそれもちょっと一つはあるんですけどもそういうことではなくてですねもうちょっとその流れに反るともっとまっすぐにすぐにうまくいく状態になると。 何か例えば誘って飲みに行こうって誘ったらすぐそれが反応があってっていう状態にこうなっていくと。でそこでこう縁が深まってコミュニケーションを取ってまたより良いものになっていって自分の人生にとってこうプラスになっていく状態になるんかなというふうに思ってるんでね。だからその 例えば人間関係で。まあまあこういう人間関係の悩み方してる人はいないかもしれないんですけども。なんかその縁が相手からこう縁を切ってきた感じになってきた場合は、それを無理して追いかける必要はないと思うんですね。そのそこはなんか？自分にとってその人がなんか自分にとっては必要のない人や。や とということですねそこですぐ思い切れるか分かんないですけどもそういうい存在である可能性はあります、ね、その人はその人の人生生きてるんでその人にとって、えー、自分は必要なかったということですねお互いにそういうことですね。で何かその光かれ合う状態があればですね、えー、しっかりそのつながりつながり えー、人間関係いうのはできると思うんですけどもそういうのがなくなるっていうところをそれを無理やりこうどうしてや何やってこうやっていく必要はないんじゃないかなとその辺はそんなことにこうどういうんですかね、えー、気持ちというかエネルギーを、えー、無理やり使う必要はないとそれもマイナスになる必要は全くないと、えー、人間関係に関してはそういうふうに、えー、今、えー、今年になって思っています。 ています。前はいろいろ考えましたけどねなんでやろうとかいろいろ考えることはありましたけども今はねそれをスーッと受け入れるそれでこう何て言うんですかねそのもてなしたいとかこう,こうしてあげたいっていう気持ちに関してはね、えー、お金はそんなに使えないですけどもそういうことはこうどんどんしていきたいなというふうに思ってます。 だから、まあ、まああの楽しみですよね。これからこうどういう人とこう出会ってどういうつながりになってどういうふうになっていくかっていうことですよね。で今やっぱりその例えば今日とかでも今日っていうかねあのー かそのあいつんとこちょっと遊びに行きたいなちょっと会いに行きたいな喋りに行きたいな思ったやっぱそれは自然にその心に従ってですね会いに行くという状態ですね。前もちょっとねなんか気になった同級生がいてねその石山のやつなんですけどでやっぱ会いに行ったんです別に全然元気にしとったんですけどやっぱりその面白かったんですね。でやっぱこういうどういうの同級生がいるんやなとかそういうことを。 えー、いるんやでっていうのを再認識できる、えー、場やったんですよね。でそこで働いてるちょっと、えー、30代の子ともとも喋っててやっぱりそういうのがちょっと面白いなと。 えー、感じたんでだからそれを知らせるために何かこう何がどうかっていうのは分かんないですけどもしっかりそれができているということとそういうことをこれからもしていくと何、えー、か気になっていることに関してはその動いてみるっていうのをこれからもやっぱ続けていきたいなと思っております。ということで今日は、えー、人間関係を受け入れるということについてお話しさせていただきました。ででは今日ももきましょうどうど ありがとうございます。